045マークです。皆さん雪がすごいですね。4年ぶりの大雪みたいで、横浜も21センチぐらい積もってるということで、白銀の世界に今なってるわけですけど、まあ、うちの綿毛ちゃんロシアの猫でね、サイベリアンって彼を言うんですけど、種類がね、ね綿毛ね、サイベリアンの画像をヤフーで調べると、もうみんな雪の上を歩いてる写真ばっかなんですよ。しかもサイベリアンだけ足のこの肉球の隙間から毛がブワッと入ってるわけです。それはなんでかっていうと、雪の上を歩くとき冷たくならないようにこう毛をねわざわざ生やしてるわけなんですよ。ってことは雪の上を歩かなきゃいけないわけです、綿毛ちゃんも。ただ、まあ、ペットショップ生まれ、ペットショップ育ち、そのまますぐ俺に引き取られ、家でしか生活してないわけなんで、雪童貞ということですね。雪を知らないサイベリアンということで、いやでもやっぱ雪を踏みしめた時にサイベリアンの血をね呼び戻したいということで、せっかくね雪積もったんで雪の上をちょっと歩かせてあげようかな。まあ、やっぱ猫もね人間同様いろいろ生きていく中で経験させて、まあ、人生楽しんでもらいたいなってのもありますんで、早速やっていきたいと思います。どうだったでしょうか。騒いだんじゃないですかね、血が。まあ、確認するような感じでしたけど、でも全然びっくりすることなく平然と雪も舐めちゃってね、彼は堂々と雪の上を歩いてくれました。サイベリアンのかっこよさをね改めて感じたなと思う機会になりましたね今回。まあ、これからもね綿毛ちゃんにはいろいろ経験させてあげたいなと思いますんでね、まあ、綿毛ちゃん楽しみにしてくれてる人はぜひ動画待っててください。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 3,2,1 ありがとうございます。